どうも、空想造形職人ヒロでございます。本日もヒロの間ご覧いただきありがとうございます。先ほど浅草に行って帰ってきたところなんですよ。ちょっとね、丸一日浅草でいろいろ食べたり、飲んだり、いろいろお土産屋さん見たりしたんですけど、でその時にたまたま、見つけたお店があって、これがあのホビーオフ、浅草店。これね、オープン前でまだあの購入することはできないんですけど、一応中入って見ていいですよっていう状態で、オープン準備してたんですね、ホビーオフさんが。なので、ちょっとそこね、お邪魔したんで、ちょっとその様子をね、ちょっとあの動画撮ってきたんで、ぜひ皆さん見てください。まあ、今回の昼の間は造形のことでも何でもないです。ただ、ホビーオフ浅草店が、オープン前に店内見ることできるよってことで見てきたんで、ぜひ、見てください。多分ね、かなりレアなものもありますよ。はい。それでは、ご覧ください。来たことあるね。こんなにゆっくりだ。見るのは OK なんですか？見るのは大丈夫です。そうで、ね、うわエクスプラスの、シンゴジラね、ギガンテックかっこよかったっすね。細かいディテールとかね、ソフビでこんだけ細かく再現できてるのかっていうね、めちゃくちゃ欲しいですね。まあ金額もいいですけど、サイズもなかなかいいんですよね。いやめちゃくちゃいいです。あの本物の竹谷さんが作った原型のマケットと思うばかりの出来でした。でこっちにはあのアメリカ産の、ね、キングギドラもいましたね。なかなかこれも迫力ありましたね。これもエキスプラスですよね。こちらもそうでしたっけ。なかなかジオラマ風で良かったです。で気になるのはね、この真ん中の段、ガラスの矯正ショーケースのロボコン、これがねちょっと気になったんですよ。なんかあの詳細不明って書いてあったんですよね、タグに。なのでこれはもしかしたら非売品というか、展示品とかあの量販品ではないのがロボコンなのか、ロボコン風のものなのか、これちょっとねとても気になりましたね。はい。まあ奥はね、あの最近のアニメのフィギュアからプラモデルからいっぱいありましたね。仮面ライダーとかね。ちなみにやっぱりあの先も書きましたけど、明日7月12日ですね、金曜日から購入可能ということです。でさらに気になったのがこのショーケースのバンダイのね、怪獣ソフビの中にいたこのこれです、ベムスターこれ、ね、1650円なんですよ。まあ、かなりね造形原型の出来は良いんですが、まあ、色がねちょっとハゲたりしているのは気になるんですがね、まあ、サイズも含めてこれちょっとなんだろう、なんでこれだけこんな安いのかなって気になっちゃいました。これなんですかね、ちょっと俺の記憶が全然ないんですけど、どこから出た何なんだろう、すごい気になっちゃいましたね。お買い得なんじゃないかなと勝手に思っております。で、こっちのショーケースはちょっとレトロ風ソフビですよね、懐かしの。あと企業もののキャラクターとか、サンバルカンとかね、まあ、私が幼稚園の頃とかにやっていた、まあ、見ていたものになってくるのかな、まあ一応あそこダイナマンか、私が見たのはダイナマンかな。いいですねこのレトロなね感じのソフビは。佐藤ちゃんはねうちにも何体かいますけどね、まあ、こんな形でずらっといます。どれ双子の好きさ、ま
このジャイアントゴムがいいな。すげえ見覚えがあったよ、子供の時なんか見たもんね。サンバルカでしょ。サンバルカ懐かしい、いや懐かしいじゃん、めちゃくちゃめちゃくちゃすぐ見ちゃうじゃん。いやこれすぐ見ちゃうあるならいいよ、こうやってね、まあ、あの店内すごいぎっちりプラモデルとかおもちゃとか、いっぱい並んでましたね。で、浅草ならではのなのかな、あの模造刀、武士が持つ模造刀なんかもね展示してありましたね。あの販売予定になってましたね。あとこのねポケモン関係とかね、任天堂関係のぬいぐるみとか、ここら辺もねちゃんと網羅されてますよね。あとこれねアマビエ、これねちょっと気になりました。はい、あと私全然ここら辺わかんないんですけど、まあ何ていうんですか、ゲームキャラなのか、ちょっとわかんないですけど、そこら辺があって、あこれですね、モゾウト、かっこいいですよね。男心、男の子心くすぐります。でチョコエッグとかに入ってたああいうネイチャー系、生き物系のね食玩もありながら、ぬいぐるみもありながら、でやっぱり気になるのはね、怪獣装備が気になっちゃいますよね。このねキングコング、やっぱり良かった。そしてまたここやっぱり気になる、ロボコン風、これロボコンだと思うんだけどね、まあでも量販品なのかちょっと分からないですね。鉄アトム、これもねこうしっかり根強いファンがいるんでしょう。やっぱりすごいですね、いましたね。でこういう F1 関係、車関係のものもありましたし、ね、平成ライダーもねグッズしっかりありましたね。まあたまたまね本当にまさかホビーオフ浅草店があるのは全く知らなかったし、オープン予定とも知らなかったんで、まあ、浅草遊びに来たらその時たまたまね見つけたんで、まあ、嫁と一緒に妻と一緒に、まあ、店内ね散策したんですけど、まあ、やっぱり入り口入ってすぐ目に入るのはこの X プラスのシンゴジラ、この巨大なシンゴジラのねソフビフィギュアがねやっぱ目に入りました。値段もいいですけどね、やっぱかっこいいですね。まあ、ぜひ7月のね12日金曜日から朝10時半からオープンですかね。最寄りの方、近くの方ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。だから整理券配るらしいんで、ちょっと早めに行かないとね、お目当てのものあった時にはちょっと買えないかもしれないですね。まあ、ぜひぜひ7月12日整理券を並んで取ってお目当てのがあったら買いに行ってはいかがでしょうか。ということで今回のヒロノマはここまでです。また次回も見てください。さよなら。このチャンネルは空想を形にする空想立体工場がお送りいたしました。